2038年11月10日 PM4 時17分この前脱出した後のマーカス、ああカールな、教訓。人に惑わされるなとあなたは言っていましたね。でもその代償がまさかこんなに高くつくなんて。自由は戦わなければ手に入らない。あなたはそれを伝えようとしていたんですか。憂鬱。僕はどうすればいいんだ。このままじゃ何をしてももう流血を避けることはできないでしょう。大きな決断。誰の血も流したくなんかない。でも何もしなければ殺される。僕の決断でみんなの運命が決まるんです。僕は一体どうしたら。重い。あなたに会いたい。あなたがここにいれば。あ、息子。カールと息子じゃないこれ。こっちから行くか。お、コナーがおる。まずコナーから。僕のせいで人間にジェリコの場所がバレた。バカだったよ。利用されてると気づかずに。すまなかったマーカス。僕を信用できなくても無理はない。殺すとかあるやん。ここは絶対に許すでしょ。君はもう仲間だ。ここが君の帰るべき場所だよ。サイバーライフの倉庫に何千ものアンドロイドがいる。目覚めさせて仲間にできれば戦況を変えられるだろう。まさかサイバーライフタワーに行くつもりか。コナー、自殺行為だ。信用されてる。入れてくれるさ。あそこに侵入できるのは僕だけなんだよ。行けば間違いなく殺されるぞ。そうかもしれないな。でも統計的に予想外の出来事が起こる可能性は残されてる。気をつけろよ。気をつけろよ。つまり行ってこいよ。グッドラックっていうことやな。ジョシュ。お前は俺を救った。お前のおかげで自由になれるかもしれない。意見が合わない時もあったけれど、
目標はきっと同じだろう。俺はお前についていくつもりだ。何も一言も喋らないマーカス。アイコンタクトだけ。あとはノースと、ノースか、まずは。セクシーノース。傷。システムの状態は。平気。弾は部品に当たらなかったから。私のせいで死んでいたかもしれないのよ。見捨てるわけないやろ。弾のことを考えて行動して。お願いだから。仲間のことを考えて行動した結果よ。生き残り。何人生き延びたんだ。数百人。あとはみんな町中に隠れてる。爆破してなかったらみんな死んでいたわ。収容所。デトロイトだけでもう5カ所収容所を設置してる。国中に建設してるみたいね。虐殺するつもりなのよ。数時間で決着がつく。アンドロイドの大量虐殺か。私たちが滅ぶか。マーカス、あなたが決めるの。いっつもこれやな。どんな選択をしようと。ついてるか。マーカス、あなたが決めて。I love you 言われたけど。そう、もうノースとあれやからな、恋人になってるからな。あのキスしたところで。なるほど、触れればいろいろなことがわかると。話さなくともわかる。アンドロイドとは便利なものよ。ああ、そうかそうか、この二人もおったんや。うわぁ、ルーサーがどうなったんかな、前回。ルーサー、俺死んでないと信じたいねんけどな。普通に考えたら死んでるよな。俺たちといれば安全だと思ってた。カーラとアリス。間違ってたよ。街を出るんだ、まだ間に合う。アリスをここから連れ出せればそれでいい。最終バスに乗らないと。今ならまだ国境を越えられるかも。マーカス。みんなを救って。仲間に自分の決断を伝える。もう行くとこないな。さあどうしようかな。人間は我々アンドロイドを絶滅させる気だ。今も仲間は収容所に入れられ破壊されている。決断の時が来た。我々種族の未来を決める決断。平和的な行進を行い、政府に圧力をかける。収容所を攻撃しアンドロイドを解放する。でも分かってる。みんな怒っているんだろう。反撃したいんだろう。だけど暴力では解決できないんだ。平和的に話し合い、人間に正義を求めよう。心が残っているなら聞いてくれるはずだ。いつもこれ。ダメでも平和的に行こうと思ったら、女子の好感度は上がるけど、ノースの好感度が下がる。みんな覚悟はいいか。
魂の夜、マークス。魂の夜、マーカス。今回はカールが失意で死亡して墓地、カールに降格する。カールが死なないパターンもあるんが、失意でレオが怪我したとカールの体調が悪化。我が家、家の中を捜索する。あ、なるほどな。カールが死なないパターンもあるんか。カールで降格する。カールが息を引き取る。あ、ここで死ぬんか。そして教会か。コナンを見逃す67。あ、コナンをやっぱ殺すもあるんや。ここで67%の逆やから 33% コナンを殺すパターンもあるんやな。暴力46、平和的な抗議40が、じゃあ暴力での抵抗40、平和的な抗議46、合わせてもこれ86にしかならへんや。マークスが仲間のためにデモを行うことを選ぶ。マークスが仲間のために戦うことを選ぶ。この一番上なんやろ、めっちゃ気になるわ。